あ、お姉ちゃん早いね。おはよう。暇だったからずっと起きてたんだ。夜遅くまでみんないろいろ言い合ってたし。お姉ちゃんとイオチさんはもしかしてずっと一緒だったの？そうだよ。何か問題があったかな？うん、別にないけど。そう、飲み物を取りに来ただけだから、僕は部屋に戻るね。また後で。うん、じゃあね。はい。大人になるって大変だね、お姉ちゃん。あれも大事、これも大事、考えることがたくさんあって大変そうだなって思ったんだ。捨てることができないものがたくさんあるっていうのはどういう感じ？茅ヶ崎お兄ちゃんはわかる？僕はそれほど大事なものもないので。そう？やっぱりちょっと寝てくるね。おやすみなさい。じゃあ僕も。気にしないでください。もう今更ですから。じゃあ、また後で。誰かの手に自分の命を委ねるなんて、これほど不本意なこともないね。それを言うなら最初からそうだっただろう。ここに来てからずっと俺たちの命が俺たちのものだったことなんてねえよ。はあ、ケイちゃんのくせに正論を。うるせえ。イオチさんの提案を受け入れるか受け入れないか、それだけを決めるために丸一日かけるとは、何か理由があるのか。丸一日頭を抱えて悩んでいたと考えると人間味はあるけどな。そんなことをしているとは到底思えませんが。これが終わったら僕が死んじゃうかどうか決まってるなんて変な感じだね。無事に帰れるといいな。
お待たせしました。これから異世界配信とキャストの命をかけてスペシャルゲームを始めましょう。ゲーム？僕は交渉の結果を聞きに来たんだが。もちろん。こちらが我々の返答となります。何しろここまで自力で真実に近づいたキャストは初めてです。我々の通信網を抑えたのもお見事でした。ですからご褒美として特別なゲームをご用意しました。反省する気はないということだな。あなたはここまで真相に迫ってなお異世界配信を理解してらっしゃらないようですね。何？この異世界配信はエンターテインメント。盛り上がらなければ意味がありません。我々異世界配信の命とあなた方キャストの命をかけたスペシャルゲーム、これ以上の娯楽はないでしょう。たとえ配信が遮断されようと、破壊措置が取られようと、楽しい番組を配信できればそれで問題はございません。そう、配信できさえすればね。そうきたか。我々もこれまでの配信から学習しました。キャストの皆さんが何かを犠牲にしてでも生きていたいという気持ち、そしてその逆も、一体何を優先するのか、あなたにとって大切なものとは何なのか知りたいと思いませんか。残念だが強制遮断しかないようだね。局長、久しぶりだね、伊予地瑞希君。元気かな。潜入捜査は順調かい？そうですね。ちょうど今異世界配信を強制終了しようとしていたところです。そうか、君はいろいろと調査をしてくれたわけだが、異世界配信は君が思っているより悪いものではない。なので異世界配信の遮断命令は現時点をもって解除とする。は？せいぜい君は最後までエンターテインメントを楽しんでくれたまえ。なんだよそれ。副局長、返事をしてください。副局長。くそ。
では始めましょう。我々が求めているのはエンターテインメント。ただ異世界配信をシャットダウンするようなつまらない終わりはありません。この配信ポイントを一定数貯めればどんな願い事でも叶えて差し上げます。視聴者を満足させポイントを貯めればあなた方の願いは思いのまま。それは僕もこのまま異世界配信を行いと。さあ参りましょう。舞台はとある工場倉庫です。なんで反応したいんだ。よろしいですか。おっと、これではあなた方に分かりませんね。今画像を変更いたします。せっかくですのであなたのお兄様に来ていただきました。ただし彼は異世界人として生きているものを外見だけ昔に戻したものです。何よ。ご存知の通り伊予地久人さんは以前キャストとしてこの異世界へいらっしゃいました。そして彼は他のキャストと同じようにデッドエンドとなりました。しかし彼はスポンサーですからね。スポンサーには配信に協力した見返りとしてデッドエンド後に選択を用意しています。選択。そのまま消去となるか異世界人として生まれ変わりこの世界で生き続けるかです。スポンサーの皆さんには毎度デッドエンド後にこのようなご提案をしております。では異世界人になったスポンサーは消去されず生き続ける。だから僕はミサのことを覚えていたのか。ただし彼らは長期記憶のほとんどを失っています。お兄さんももちろんあなたのことは覚えていません。まさか他の異世界人たちもまたは人間。そのようなことはございません。異世界人は異世界人、スポンサーから転じた異世界人とは別の生き物ですよ。それでも異世界人のうち幾人かは元は人間のスポンサーですが、ともあれここにいるのはあなたのお兄さんである伊予地久人さんです。感動の再会ですね。再会。
さて、今回彼にここに来ていただいたのは、すべてのキャストの代表となっていただくためです。過去のキャストの生態データが欲しい。あなたはそうおっしゃいましたよね。こちらのリクエストにお答えしましょう。今回、彼を助けることができれば、これまでにデッドエンドになったキャスト230人の復旧作業を行わせていただきます。230人。またこちらは大サービスですよ。現在のキャストである皆さんの期間も保証しましょう。つまりお兄さんを助けることでたくさんのキャストの命を救えるわけです。素晴らしいですね。こちらであなたの望んだ2つ目の条件を満たしたことになりますね。よろしいですか？はい。それではもう一方をご覧ください。言わなくてもわかりますね。瀬名さんです。イオチさん、あなたはずいぶん彼女に思い入れがあるようですね。勝手ながら行動を確認させていただきましたよ。まさか。ですので彼女に天秤に乗っていただくことにしました。一方はお兄さんとすべてのキャスト、一方は彼女です。先ほど現在のキャスト全員と言いましたが、彼女はそれに含まれません。先の条件をすべて飲むためには彼女の命を差し出す必要があります。異世界配信とこの世界の終わりか、すべてのキャストの生還か。そんなつまらない天秤はありません。彼女を救うか、それ以外のすべてを救うか、その方が分かりやすくドラマティックでしょ。もちろんその後で、あるいは今この瞬間にも異世界配信の遮断を行っても構いませんよ。ですがその場合には多くのキャストの命が失われると、あなた自身お分かりかと思います。一体237人です。どちらが多いかは言うまでもありませんね。つまり彼女一人を犠牲にすればあなたの望む条件が満たされるわけです。さあゲームを始めましょう。お二人が魔女の窯の前に立ちました。この窯は火が燃え尽きない魔法の窯です。この窯に一度入れば灼熱の猛火に焼かれ骨一つ残らないことでしょう。といってもあなた方はデータですけどね。それでも暑さや苦しさは現実と同じです。もうお分かりですね。イオチ瑞希さん、あなたが助けられるのはどちらか一方だけ。一方はあなたの手で炎の中に突き落としてください。それができなければあなたは全てを失うことになります。ゲームオーバーです。
そうはなりたくありませんよね。考える時間は差し上げましょう。ですが、そう長くはないですよ。火が今にも彼らを食らい尽くそうとしていますからね。それでは涙ながらに命乞いをする2人の声をお聞きください。まずはセナさんから。ひどいと？これはゲームですよ。命乞いの言葉はないのですか？あなたは今死の間際にいるのですよ。
仕方ありませんね。ではお兄さんの方に移りましょう。と言っても彼は知能が低くほとんど喋れないので返答は期待できませんね。伊予地久人さん、目の前にご家族がいますよ。わかりますか？あなたのことです。あなた自身はほぼ生まれ変わったに等しい状態ですが、ご家族はあなたのことを覚えているようですよ。伊予地瑞希さん、声をかけて差し上げたらどうですか？もしかしたらあなたのことを思い出すかもしれませんよ。結局僕は兄を見過ごしたことで多くのキャストの死を招き、たくさんの犠牲を生み出してしまった。兄の計画に気づいたその時点で僕は兄を通報すべきだったんだ。説得できるなんて甘い考えだった。たとえどんな結果になったとしても冷静に兄の罪を認めるべきだった。今もその時の後悔は消えない。今さら。やはり思い出せないようですね。残念です。命乞いの言葉はなしですね。
わっ。お二人の話も終わったことですし、そろそろ結論を出すべきですね。迷っていると両方なくしてしまう。これは本当にその通りですね。時間稼ぎをしているのならば無駄ですからやめましょう。火が強くなっているのが分かりますか？どちらをも突き落とすことができなければ、二人とも死んでしまいますよ。ごめん。約束は、ルールは守るべきですよ。
もう少しであなたの希望が通ったのに。数の問題ではないということでしょうか。ご自分の発言と矛盾しているようですが。ですがこれもまた面白い決断です。とても面白いゲームでしたよ。お疲れ様でした、お二人とも。どうして